はい、ということで今回なんですけれども、はい、キャンピングカーで行く車中泊旅、うん、そうですね、2日目が終わりました、うん、はい、もう無事にね2日目が終わりました、はい、今ちなみに4日目です。で、2日目なんですけど、はい、編集仕事をしなきゃいけない日が1日あったので、うん、はい、初めてのふもとっぱらキャンプ場で、うん、朝から晩までお仕事をしながらかつ自然を楽しむみたいな感じで過ごしてみました。気持ちよくね過ごせましたね、うん、そう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 、うん、まあお仕事の日のね、うん、楽しみといえばやっぱりご飯だったりするの で、ね、はい、あの富士山の見えるところで朝ごはんめちゃうまかった。あれ今思い出しても食べてお昼はねホットドッグ、そう、普段だったらキャンピングカー内で食べるところをちょっと外に出て ね、 やっぱね風を感じながら食べたり、ね、仕事もね結構やっぱ作業スペースがめちゃめちゃいっぱいあるので、うん、すごい快適に、めちゃめちゃいっぱいはないよ限られたスペースだけどしっかり取ってあるからそうだね、うん、で今回夜も前日と違って富士山が全然見えなかったの で、はい、だったらもうあえて車内で楽しんじゃおうということで、あのプロジェクターを使ってプライベートシアターを楽しみました、ね、はい、キャンピングカーならではの一日をぜひお楽しみください、はい、ということでパワおはようございます。おはようございます。すごいいい天気だね今日も。いい天気、なんか雨予報じゃなかった？さっき見たらね夜雨だったんだけどもともと曇りになってた。あ、そう、すごいやばいね富士山。では朝ごはん、昨日の冷やご飯にお醤油、お醤油ね、ごま油、お、チャーハンだなこれは。で、みりん、はいはいはい、で混ぜます。まあいいね。なんかしゃもじで混ぜたいよねご飯は。そのあのコメントいる。今日はホットサンドメーカーで焼きおにぎり作る。うん、焼きおにぎり。そう。この冷やご飯になっちゃってるからさ、ご飯をあったかく美味しく食べる方法を探さなきゃ。そういうことね。久々登場ホットサンド。なんかタフマルジュニアもさ、なんか明るいと色がちゃんと出てていい、ね。そうだね。ね、うん、こんがりチーズいいね、なんかいつもパン多いからそれ、そうそうそう、ご飯にしようかな、うん、あ、いいね、これで焚き火でやってやるんだけど、ね、ちょっと時間かかるから、また行っちゃったよ、そう、とりあえずバナナ持ってきた。え、バナナなんでいや、いいけど、いや、朝はバナナでしょ、ね、だとりあえず食べて待ってな、うん、ちょっと、うん、いただきます。あの、すごいバナナ。では焼いていきます。オッケー。あ、開けた。開けた。うん。何それ？洗わずに食べられる5種リーフミックス。で問題はさ、冷蔵庫をずっと稼働させといてさ。でも今んとこ大丈夫だったよ。大丈夫。うん。だって今1個しか減ってなかったもん。でも。今日めちゃめちゃ晴れだから、うん、あ、お味噌汁も、うん、ちょっとインスタントにしちゃった。いきます。じゃーん、おー、すげえめっちゃうまそうなんだけど。よいしょ。おー、これチーズ挟んだの正解だよ。うん、できました。ではいただきます。お味噌汁から。うん、おいしい、おいしい、うん、おいしい、ふわふわ、マジでふわふわなんだ。表面だけカリカリだから、うん、中はお米がふわふわなの。なるほどね。やば、うまいっしょ。
すごい、なんかね、例えるならハッシュドポテトみたいな。あ、そう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 、うん、表面カリカリ、中ホクホクだよね。ご飯も復活したもんね。うん、じゃあ仕事しますか。するか、うん、じゃあごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。俺は久しぶりにこっちの机でやろうかな。うん、ちょっと足元にね、バッテリーがあるんで。でも逆にその椅子にしたからそこに入るからちょうどよかったよね。確かに。よいしょ、ほんでブーンってくるはず。あ、来た来たね。よいしょよいしょ。で今4つ刺して、うん、まだ4つ刺し口あるね。現状そうだ、130とか。うん、今何時間？12、3時間。なるほどね。ちょっとカーテン半分にしていい？うん、いいよいいよ。せっかく景色を、うん、自由に。これ地味にいいよね。これ地味だよね。こっち降りる。めっちゃ風。風来る。風来る。一応両側ね、開けてあるから。うん。一日オフですよ。オフオフじゃない。オフなんですか？一日オンです。すごいね。お腹減ったね、なんか。ん？お腹減った。お腹減ったね。ちょっとまだ終わんないけど、うん、一旦ご飯食べるか。飯食うかな。今日はほら、外でちょっと、うん、そうだね。ホットドッグとかにする？ホットドッグとかにしようか。うん、全然ある。左上見るとね、あと10時間が。今日はうちのホットドッグは塩パンって決まってるじゃん。そうだ、塩パン買ってきました。香味ペースト。これあるとね、すぐスープ作れる。スープ？これ100均だけどパターンで切るのいいよね。何パターンで？ここがパターンになって、蓋があるから冷めないっていう。あとソーセージ焼くだけですな。で、ちょっとこれも乗せときます。バターが染み込んでる方。結構でかい塩パンだね。で、パン切りますよ。塩パンのホットドッグめっちゃうまいね。めっちゃうまいね。野菜あるんで、はい、じゃあ最後乗せます。でかいね。よいしょ。できたね。できました。食べてこ。いただきます。はい、うん、どう、あの味？やっぱ美味しい。うん、あの味。うん、魚巨大だね。巨大です。いただきます。いただきます。何それ、何それ、どうや。うん、やっぱうまいわ。うん、うん、よし、これは終わりました。終わった。終わった。うん、めっちゃいい感じ。ほんと？なんと。めっちゃいい感じだよ。お楽しみに。オンライン。あ、終わった。もう17時になっちゃった。休憩しながらやってたら、あ、富士山もういないじゃん。マジでいない。え、本当だ。あれじゃない、富士山なんてなかったんじゃない。そっか、幻だったんだ。今さ、どれぐらい減ったんだろう。
そうだね。え、あ、48。おー。48%。全然大丈夫じゃん。まだ半分以上あるよ。一日、ほぼ一日仕事して。すご。あ、そっか、でもここでしかあれできないんだよね。充電は外に出てるやつをこう充電しとくことはできない、ね。あ、できる。あ、できるの？できる。ソーラー充電はできる。あ、そっか、じゃあソーラー買っとけばいいんだ。そしたらもうずっとできるよ。確かに。それはやばい。それはやばい。それはやばい。マジで暑いね、うん、結構。水道めちゃくちゃ便利。では今日は煮込みハンバーグを10分で作ります、うん、10分で。そう、マジで。今日はね、外で焚き火してご飯じゃないんだよね。そう、即席ハンバーグ。はいはい、いいよ。持ってきてるやつ、一応ね、チーズインって書いてあった。へえ、チーズ入ってるんだ。うん、一応このままでも温めれば食べれるんだけど、それはということでね、調理済み。そうそうそう、うん、でですね、ここにこのナポリタンソース、うん、はい、あのパスタに和えるだけのやつ。はいはいはい。え、普通にってナポリタンソースって美味しそうだね。ナポリタンソース美味しいよ。でもさ、今デミグラスソースとさ、うん、あのナポリタンのソース今混ざっちゃってるけど大丈夫？大丈夫。これで一旦煮込みます。はい。あ、いいね、タフマルは一発で、一発で。火力がめちゃくちゃ強い、ね、結構鉄鍋だから早めじゃないかなと思って。うん、おお、煮込まれてますね。いや、超いい匂いした。一応ここにチーズを。どこに？この中に。あ、チーズ。あ、チーズを入れます。でも完全に家庭料理だね。そうでもさっき、あの、すごい綺麗だったね。綺麗だった。うん、外はもうがっつりみんなキャンプで楽しんでるから、うん、じゃあ開けます。じゃーん。おお、絶対美味しいでしょ。ていうかあれだね、鉄鍋ってやっぱすごいね。すごい。で、今のうちにここにお米が、うん、昨日炊いたやつ。あ、お米ね。そうそうそう、このお米を再生させて食べます。で、ご飯今回アンチョビライスにします。アンチョビライス。そう、ちょっとほら昨日のご飯だからさ、ちょっと味付けて。まずバター少しで、アンチョビをちょっとペースト入れます。なんか感覚的にはチャーハンを冷やご飯で作るみたいな。あ、なるほど。できた。じゃあ盛り付けます。はい。風味がついてればハンバーグがね、美味しいから。うん。で、こいつらも、よいしょ。はい、これがよく買うと、ライス。おー、来た。これは今日の晩ご飯。うん。では、いただきます。はい、いただきます。ちょっとね、フライングして。あ、じゃあ何、乾杯しないの？え、もう飲んでるじゃん。でも乾杯しようよ。じゃあ、はい、乾杯。お疲れ様です。あ、喉乾いちゃった。あ、おいしい。果たしてナポリタン煮込みハンバーグ、うん、うまい。煮込みハンバーグだ。何だ、味がもう煮込みハンバーグだよ、明らかに。いただきます。うん、うまっ。美味しいでしょ。よし、はい、じゃあ、あっという間。ごちそうさまでした。ほんとあっという間だったね。うん。すぐ久しぶりだね、これ。いいよ。何見る？何でもいいよ。あ、じゃあイエスマンにする？いいよ。天気してくれないか。別にいいんじゃない、もうこれで。そうか。飲み会いいな、行きたいな。すごい。ちょっとテンパっててさ、うん、面白かった。よいしょ。はい、じゃあもう寝る準備できましたよ。うん、明日は移動だね、うん、明日は移動ですよ。じゃあ寝ますか。はい、はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。よいしょ。
はい、ということで今回なんですけど、2日目車中泊旅2日目の車中泊の様子を、うん、はい、まあ、1日にね、うん、密着ということで、動画にさせてもらいました。はい、はい、今回ね、うん、まあ、1日目もふもとっぱらに着いてから、はいはい、夜はこう綺麗にね、そう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 、富士山見て楽しんだんですけど、奇跡の瞬間でしたね、うん、はい、2日目も、うん、同じ場所で今度は朝から晩までずっと過ごして、夜はね、うん、ちょっと富士山見えなくなったんですけど、逆になんかねちょっと違うとこ移動したような、う気持ちで楽しめたな。そうだね、まあ、夜はね今回の関しては、うん、車内で楽しんだので。そうだね、あ、そう、映画とかもね楽しかったよね。映画めっちゃ楽しかった、車内でできるんで、うん、他の人に迷惑かけないで、そう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 、大きめの、ね、音量で聞けたりするんで、うん、ね、面白かった。まあ、映画館ですね、うん、かなり理想的なね、そう、旅の1ページだったね、うん、ということで、まあ、うん、ちょっと旅はねまだまだ続くので、そう、あと3日残ってるんですけど、はい、2本ぐらいは多分旅お付き合いしてもらおうかな、うん、と思いますので、ぜひぜひ最後まで、はい、最後まで、はい、一連で多分見ていただくと、ね、より面白いと思うんで、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします。では、また。